皆さんこんばんは。こんばんは。日曜日の夜9時を回りました。はい、誰ちゃんの時間がやってまいりました。はい、本日もですね、残念ながら、この2人で、お送りさせていただきたいと思います。はい、残念なとか、まあ、いきなり、オープニング前からの展開になりますけど、で、あれで、本当は俺の今のこの場所か。どっかに女の子がいるんだよね。女の子がね、まあまあ先週だといる予定でしたよね、うん、いや今週もいなきゃおかしい状況だったよね。まあそうですね、うん、うん、でなんでいないまあなんでいない、まあ今日ここから見出した人のために解説しますと、まあ先週ね無茶ぶりで、はい、ありました、影響力の武器というね、先週講義をしたのでそれを駆使して、まあね、女の子をこう一人ね、アシスタントになるような女の子を連れてきて、ちょっと花を持たせようじゃないかと番組に。まあそんな中でなったんだけども、結局今週現状女の子がいないじゃないかと。で、今ちょっとこう、ちょっとパワハラみたいな感じでですね、まあ問い詰めました結果、その、木曜日にアクションを起こして、金曜日の夜にあかんかった、の結果が出たという話をしてて、でも先週から考えて、要は月か水の3日間何をやっとったんだっていうことを、僕の方から質問しましたら、他の方からで、外の方からですね、1日あればいけると思ったんじゃないっていう話があってそうだったのかということなんですけどもまあその辺どうなの、うん、まあ正直そうですね、1日2日3日ですよね、うん、あれそうそうなんですよ、もう本当に、うん、まあそうですね、まあちょっとまあやってなかったっていうか、まあ努力しなかったで、まあぶっちゃけでもこれに関しては、うん、あのね、さすがに何も我々もせずに稲垣君に振っといて、で実際今日来てなくて、はい、まあ、なんであかんかっただって言っちゃうと、まあ皆さんがご指摘の通り本当のパワハラになってしまうんではいはい、はい、そこは僕は一味違いますよ。パワハラではありません。というと何かあった、昨日ですね、はい、一応僕の方も女の子を一生懸命口説きましたね、那覇さん、はい、そうです ね、一生懸命二人して口説きました、はい、まあそんなことが、たまたまその子は県外の人なので、はい、まあ物理的に無理という流れなんですが、ただキャラクター的には僕は使いたいなと思ったんですけど、出てくれるとすごいありがたいなっていう子だったんだけども、じゃあ毎週出れないっていうのを時々出ることはできない。いや、むちゃくちゃでしょあの静岡県の湖西市からなんで、この時間は厳しいわね、昼間とかだからあれだったら別だけど、そうかそうか、ただまあ一応あ、こんばんは、ジェームズ・ボンドさん、こんばんは。見てくれるように、今からナンバ実況中継だって。だから女の子いないじゃん。ナンバできないじゃん。待ったんで。まあだからそれで大変なのはわかる。はい。ユーストリームを一から説明して、実際にその番組もこの Mac を使って見せながらの話をして、はい、で結構それを見て、こう、感触は良かった。やっぱ面白いって言ってくれた。感触は、でも、やっぱりまあ最終的には物理的なあれがあって、まあダメという話もあったんだけども、どうやって話をした？ユーストリーム、ユーストリーム、うん、とっかかりよ、とっかかり、とっかかり、いや、うん、知り合いだったんで、で出た、2人電話したんですね、うん、僕で、うん、1人は、うん、僕の知り合いで、まあ、先輩の方なんですけど、うん、でその先輩の方で、うん、でまあ、うん、行ったんで僕がやってるってことは、はいはいはい、多分見てくれてたんだと思う、うん、でそれでまあ話はついたんですけど、まあ、最終的にはまあちょっと私はちょっと半端、まだ社会人として半端者だから出れないと言われて、うん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 、断られた、うん、いや僕出てるじゃんって言えばよかったねいやいやいや、僕が出てるんだから全然先輩なんか大丈夫ですよ、そうか、そこで僕諦めたのがいけないんですね、うん、なぜ諦めたみたいな感じ、なんか悪いかなと思って、はい、あ、そうかって納得して納得して終わっちゃったんでしょ、どうせあーメールが来て、そうですね、半端者が出れば結構裏を返せば、じゃあ俺のがすげえんだってこと言ってるようなもんだよ、何にもすごくないからな、うん、半端者が良かったので、もう一人は、でもう一人は、電話して、うん、まず今日空いてないといけないんで、今日空いてますか、うん、って聞いたら、うん、もうまずその時点でもう空港の友達会いに行くと。でさ、ちょっとこう裏から得た情報なんだけど、はい、なんか僕の知り合いにも誘いかけてない？誰ですか？いや、なんかね、ツイッターをこう見てた時にね、なんかあなたからこう、なんかこう連絡を受けたっぽい。え、誰が？ちょっと待って、誰のこと？え、もう僕連絡した？え、なん、え、リプライですか？ DM ですか？リプライ、で君は DM 送ってるんで、だって俺のタイムラインに乗ってこないからね。でも彼女はリプライで返してるんで、思いっきり俺のタイムラインに乗ってくるんだけど、うん、わかんないから教えてくださいって言ったやつですか、うん、それはまあわかんないから聞いたんですよ、うんうんうん、誘ったわけじゃないんですよ、うんうんうん、もう彼女の来るかなと思ったこれ。あ、
そう思ったんで、うん、いやだってそれはそれで面白い展開になるかなと思ってたんで半分期待してたんだけど、ああそうか、そういう手もあります、ね、ちゃんとあの KK4U さんが言ってるよ、勝ちスターで断られたんだねというわけでですね、はいはいはい、今日も、まあ、その辺の話はまあ後でね、本編が終わってからじっくりこう問い詰めることにしまして、今日は稲垣くんの方がまたですね好評だった影響力の武器のですね第2編ということでやっていきたいと思いますね、はい、どうぞ。あ、はい、わかりました。じゃあまあいろいろありましたけど、じゃあまあ今回もまた今日も影響力の武器をやっていこうと思います。一応、前回見てなかった方のために、おさらいしますと、この本ですね、影響力の武器っていう本を、まあ面白いなと思って、僕がまあ紹介したわけです、前回。こちらの本は、まあ要はあの、広告を見たり、商売のテクニックなどでどうやって影響を与えているかっていうのを、アメリカの心理学者の人が、まあ、まとめた本で、で、結構大学の講義とかでも、まあ、使われてたりする本なんですけれど、前回紹介したのが、勝ちスターですね。今タイムライン出てますけど、勝ちスターっていうのを、まあ、要は、ある動作をした時に、テープが勝手に回るように無意識に人間が動いてしまうというので、例えば、原発の話とかですね、専門家の話で今まで信じているというか、専門家の話だったらもうこうやってもう正しいと思っていたわけですよ。勝ちスターっていうか、そういうふうに専門家は正しいだろうと思ったんですけど、まあ、いざ原発が事故になると、あれ、専門家が怪しいんじゃないかと思って、その反応が解けて、で、ちょっとまあ疑い始めて、まあ、小池さんみたいな教授の方の話などを、まあ、僕らが信じるようになったと。まあ、そういう話をしたりとか、あとはまあ、コミットメントと一貫性っていう、まあ、コミットメントと一貫性っていうのは、まあ、要はコミットメントっていうのは立場を明らかにするってことなんですけど、まあ、例えば自分の夢はパイロットですと言って、で、まあ、それでパイロット、ですっていうのが、まあ、ある意味公表するということになっていて、でそれに対して一貫性というのが、まあ、そのパイロットになる夢を頑張るために続けていくっていう話を、まあ、前回はしたわけです。はい、でまあいいかな、大丈夫ですかね。うんはい、じゃあまあそういうわけで、で今回の話なんですけど、じゃあ今回の話に入る前に、まず一つ、僕のあった体験談から始めていこうと思います。僕、小学生の時なんですけど、ある親戚の人が、お中元だか、お歳暮だかをもらった時に、こう言ったわけですよ。こんなものを送ってきやがってって言ったわけです。まあ、要は、値段が、まあ、自分が送ったものよりも安かったわけですよ。送ろうと思ってたものっていうんですか。で、安かった。で、それで、まあ、相手もちょっと、まあ、その親戚の人も、まあ、送ってきた相手好きじゃなかったんですね。で、それで、まあ、僕、小学生だったんで、まあ、ちょっと純粋と言いますか、な気持ちで聞いたんですよ、こうやって。じゃあ、なんで、返さなきゃいけないんだと。そんなの別にいいじゃないって言ったんですけど、そしたら、まあ、親戚の人が怒って、まあ、当たり前だろうと。もらったものは、与えられたものは返さなきゃいけないんだって言ったわけです。そう、与えられたものは返さなきゃ。それが今日のキーワードです。で、もう一つ。僕は、大学で、本を買おうと本屋に行ってちょっと本を買ったんですけど、その時に、たまたまこちらのやつがついてきたんですね。このシャーペンが、まあ、中京自動車学校のシャーペンなんですけれど、まあ、なんていうか別に、なんか勝手についてきたんですね。まあ、中京自動車学校も最近始まったばかりな、大学が始まったばかりなんで、まあ、結構その自動車学校としてもまあ力を入れる時なんで送ってきたと思うんですけど、まあ、その時僕が思ったのは、まあ、なんかよくわかんないけど、もらってありがたいなと思ったわけです。ありがたいと。それがまた一つのキーワード。というわけで、今日のテーマは、こちらです。読めるかな？与えられたら返さなきゃ。ということで、偏方性についてということです。偏方性。はい。返すに報いる。そして、ちょっと見えね。こうか。はい。はい。これですね。わかり、ちょっと反射、もうこれうざいな、これ。これでもういいかな。まあ、こんな感じです。まあ、返すも報いるも同じような意味だよね。そうですね。うん、はい。リターンだよね。はい。というわけで、じゃあ始めていこうと思っています。で、まあ、偏方性って何かってことなんですけど、まあ、要は、物をもらったら、まあ、返さなきゃっていう、まあ、ある意味自然な流れです。まあ、昔の日本で、鎌倉時代に、ご恩と奉公っていうものありますよね。まあ、要は、領主の人が、まあ、武士か。武士が、まあ、なんか、いろいろ戦とか頑張ったら、まあ、領主の人が、まあ、それに対して、まあ、土地やお金なりをあげたりしましたよね。それと同じようなもので、例えば、バレンタインとかですよね。代表例だと、バレンタインチョコをあげたら、まあ、ホワイトデーにも男を返さないといけないと。そういう。いけないことはないと思う、ね。あ、いけないんですか。あ、そうか。まあいいよ、返さなきゃ。はい。まあ、そういうのですね。そういうのを、まあ、偏方性っていうわけですよ。はい。こうやって物を与えられたら返さなきゃいけないと。まあまあ、身近な例でいくと、まあ僕は高校生の頃に、まあちょっと友達が、まあプレゼント欲しいって言ったんで、まあプレゼントをあげたら、まあその友達が、あ、じゃあ、
お前前プレゼントあげたからということでキットカットをまあもらったとか、まあそういう話ですね、要は。はい、というわけで、そこは面白いところ。いや面白くないですよ。まあ入りです、入りと。スモールテさん、日本人に根強く残っている性質ですね。そういうことです。はい、まあもちろん日本人だけでなくて、まあ外国の人も残っていくんですけれど、じゃあまあ始めましょう。まあこの偏方性っていうのは結構思っている以上に強力なんですね。要は物をあげたら返さなきゃっていうのはある意味社会生活で普通じゃないですか。その恩知らずって言われちゃいますよね。例えば何か仕事をしたのにお金がもらえなかったりしたら、そんなのはありなんていうか、まあありえないじゃないですか。働いている以上お金を会社がもらうと、社員だったら、ということで、まあ当たり前なわけです。でその偏方性のルールがまあどれだけ強力なのかっていうので、まあ一つ事例を紹介していこうと思います。ある美術鑑賞の実験です。美術鑑賞、要はこの絵を見て、それで、採点をするっていう、まあ名目上はそういう試験なんですけど、うん、はい、どうぞどうぞ。はい、あ、大丈夫、このモニター止まってるだけですね、うん、止まってるよね。面白いかちょっと待ってるんで待ちましょうか。相手このままでも二、うん、人して目つぶってるってどういうタイミングですかね。ちょっと待ってね。今日はね、中川さんが体調が悪いんですよね。だから機械の体調も悪いかもしれないですね。映っちゃうってことですね。映、はい、りました。はい、再度、はい、わかりました、うん。じゃあその美術鑑賞の実験です。まあそのつまり絵を、絵画の作品などを見て、評点をつけるっていう、まあそれで、まあ、どういう風になるかって実験をしたわけです。まあこれ名目上はそういう実験なんですね。要は今から分かっていくことなんですけれど、実際被験者は2人いるんです。でそれで2人で、絵画を見て回って、でそれで点数をつけるって実験なんですけれど、実は1人は博士の助手っていうことです。博士の助手で何をするかってことなんですけど、本当の実験は休憩時間にやるんです。休憩時間に助手がジュースを出す一方は、もう一方の話は助手がジュースを渡さないという話です。まあそれで何が問題かっていうと、まあ最後に分かるんですけど、絵画の評定が終わった後に、いやおいしい、こっちに反応すんなよ。気になるじゃないですか。まあいいや。終わった後に、そのこういうふうな話をするんですよ。この博士の助手の方が、新車が当たるくじ付きチケットを売っているんですと。で最も多くチケットを売ればまあ50ドル、現在で今まあ日本円で今400円ぐらいですよね。400円もらえると。で1枚あたり、25セント、日本円で言うと20円のチケットを、何枚か買ってほしいと。そう、まあ要は自分が売り上げたチケットが多かったらまあ50ドル、いや400円もらえるんで買ってくれないかって言って、で結果、その結果、まあ実際に、助手がジュースを渡した方と渡さない方でどういう風になったかって話です。まあ当たり前の話ですけど、助手からジュースをもらった方はまあ2倍ぐらい、2倍の枚数チケットを買ってくれたと。まあこれ当たり前の話ですよね。大事なのはここからです。実は助手に対する、どれだけこの人が好きなのかっていうのを調べたわけです。アンケートをして、この別の被験者の人に、つまり被験者というか、まあ、博士じゃない方の人ですね。博士の助手がどれだけ自分、好きなのかっていうのを、まあ、調べたわけです。要は、アンケートで。もちろん、まあ、助手が好きな人ほど、まあ、より多くチケットを買ってくれたのは分かったんですけれど、それだけなら当たり前なんですけど、実は、アンケートで、助手が好きだと言っていた人も、嫌いだと言っていた人も、借りを返さなければという義務感が生じていて、同じくらい枚数を買っちゃったわけですよ。要は、このコーラを、勝手に買ってきて、渡すっていうだけで、要はこの、借りを返さなければっていう義務感が生じて、でそれで、それはもう、その助手に対する行為、大事な判断基準ですよね。人が好きか嫌いかっていう。その行為を超えて、そのコーラが欲しくなってしまう、コーラじゃないわ。その助手の、与えてくれた方に返さなきゃっていう義務感が生じてしまうというわけです。これが何が言いたいかっていうと、つまりこの偏方性のルールというものは人の好き嫌いに関係なく働いてくる可能性があるということです。与えられたら返さなきゃいけないというルールは人の行為をも凌駕するということなんですね。先ほど話した親戚の話なんですけど、親戚も実際に、金額で言えば自分が渡すというまで大したものじゃないというのとか、あとは、そうですよね、親戚からまああんまり好きじゃない人だったわけですよ、もらったの。でもその親戚が言ったのは覚えてますよね、返さなきゃ、与えられたら返さなきゃいけないというわけで、だからまあそのお中元なんですけど、やっぱりお返しはしないといけないって。まあこれは確かに文化や、まあ、慣例とかの問題もあると思うんですけれど、実際はまあ偏方性の力も大きく関係しているんじゃないかなと僕は思ったわけですね。はい、でまあ続いてなんですけれど、
まあこのシャーペンの話ですよね。はい、今までの話で、まあ、ある程度偏方性が、まあ、どれだけ大きく働くのかっていうのを、まあ、話してきたわけですけれど、じゃあシャーペンの話です。でこのシャーペン、まあ、本屋で買ったら、まあ、買って渡されたんですけど、このシャーペンが、まあ、どういう意味を持つかちょっと考えてみようと思います。一つ事例を言いますね。インドのカルカッタを発祥の場所とする宗教団体、ハレークリシュナ教会というものが存在するんです。でその教会っていうのは1970年代に富を、とかまあすごい成功を収めたわけです。お金をものすごい集めて、でその成功を集めたんですけれど、彼らの人取った手段っていうのは、まあ一つの方法なんですけれど、まあ、通行人からお金を集める、まあよくありますよね、そういう宗教団体、お金くださいって言ってまあこう集めるわけです。まあある意味募金みたいなものですね。でまあそれをまあ彼らがまあどのようにしてこの寄付金を集めたのかっていう話を今からしていこうと思います。まずは、失敗事例からです。クリスチャン教会っていうのは、まず通行人からお金を集めようと思って取った行動というのが、まあ、頭の毛を、まあ、剃りますよね。こうビーって言って、でダブダブの、まあ、包囲を身につけて、で足に布を巻いて、足に布をねこうやって巻いて、でそれでビーズの、首飾りをつけて、でそれで、鐘をチリンチリンって鳴らしながら、歌を歌って、まあなんかよくわからない歌でしょうね。でそれを歌いながら、寄付金を集めてたわけですよ。ほっけださいって言って、まあ結果どうなったかっていうと、まあ当たり前なんですけど、これはまあ人の注意を引くことにはすごいうまくいった。だけど結局、皆さんお分かりの通りでしょうが、これは寄付金を集めることはできません。まあ当たり前ですけど、これはまあ変態というか、まあ変説者ですよね、こんなことしてる人は。ただまあ、彼らは問題が一つあったんですよ。これは確かにおかしいルールではあるんですけれど、彼らは宗教団体であるがゆえに、この服装やヘアスタイルっていうのは、その宗教の、まあ、信仰宗教というか、まあ、怪しい宗教なんですけど、のルールとして、その服装やヘアスタイルは決まっているわけですよ。だから、この服装やヘアスタイルを変えるわけにはいかないんですね。だから、彼らは、その、変質者の格好をしながら、何とかして寄付金を集めないといけないわけです。で、そこで彼らは考えるわけですよ。どうやったら、人からお金をもらえるのかっていうので、でそこで考えた方法は、彼らは、今までと同じようにまた通行人に寄付金をもらおうとしたわけです。だけど今回変えたのは、今回は狙いをつけた人に、彼らのまああのなんていうんだ、あの日本のまあ創価学会でいうと、まあ池田大作の本ですよね、そういう自分たちが作った本とか、あとは花ですよね、あの一輪の花をまあ持って、でそれを先にプレゼントするんですよ。つまり先に、与えるっていう状況を作るわけです。こうやって無理やり渡して、いらないって言ってももう無理やり、ポイポイって渡して、で、まあ花をここら辺に刺したりして、で、それで、まあ同じように、やるんです。そうすると、突然自分の手に、本や花を無理やり押し付けられた人たちは、返すことができないんで、ある意味与えられるっていう、その与えられたら返さなきゃっていう義務感がそこで生じてくるわけですよ。終わります？そこで、もうこれは私たちのプレゼントだからあげますって言われて、だけどもしよろしかったら寄付金をくださいって言った時に、なかなか断れないじゃないですか。もうもらってるんで、その人たちから花とか本とかで、それを使ってクリスチャン教会は成功を収めていったというわけです。多大な寄付金をそうやって集めていき、でまあ松本さん、実際松本さんがそういう空港に観光にしに行ったとしますよね、うん、で知らない人から、うん、よくわかんないですけど花を押し付けられたとしますよね、うん、でその花を押し付けられた時に、うん、それって持ち帰りますか？持ち帰るというかそのまま飾ったりしますか、うん、というかまず花を出されて押し付けられたと思う人はいないよね。だから花なんだよ。花というのは人間が見て絶対心が和むじゃんね、うん、これがティッシュだといらないよっていう、だから何の勧誘だと思うけど、花というところにすごいポイントがあって、花を渡されたら子供の笑顔と一緒で誰もがちょっと警戒心が落ちるわけよ。あー、警戒心がスッとね。だから まあ、押し付けられたわけで花をもらったらもらうよね、その花を。これだけそうですね、うん、ありがとうってもらう、うん、でそのもらった花どうします？いらないですよね実際。 いらないけど何とかしようと思うよね、だってくれたもん。そうですよね、うん、実際この時にあった面白い話で、うん、実際そのもらった花ってみんないらないんですよ、うん、でもまあだからでも寄付金は渡さないといけない、渡すじゃないですか、うん、だから花をまあみんなゴミ箱に捨てるんですね、うん、空港の、うん、
で、その花ってみんなそうするんですよ。要はもうあんまりいらないから。うん、実際自分が次仕事行くのに花持ってくばかりな、うん、あんまりいませんよね、うん。だからそれで捨てるじゃないですか。うん、だからそのクリスチャン教会の人たちっていうのは、うん、花を捨てられるってこと分かってるんで、次にまたゴミ箱もあるわけですよ。うん、ゴミ箱。で、ゴミ箱もあって、で、花をもう一回持ってきますよね、うん。で、それをまた通行人に渡すわけですよ。うん、1970年代はまあそういうことが当たり前あったわけです。要はそのゴミの花を渡されたのに、なぜかまたその寄付金が集まるという不思議な現象が、うん、空港とかで起こっていたということです。うんうん、それって70年代だっけ？わあ、そうですね。1970年代、今だって空港で物を押し付けられたらもらおうと思います？だからまずその前に押し付けられるっていう感覚が俺にはよくわからんけど。え、なんかないかな。そうか。まああとまあそのハレークリシュナ教会のことだけども、まあ僕もこれ知ってる教会なんで、まあかなり世界的にね。これは音楽。うん。業界で結構傾倒した方が多かった。うん、有名な教会でね、うん、まあ、インドのハレークリシュナ運動でね、結構盛り上がったところで。うん、分かりやすい人だと、うん、ビートルズのジョージ・ハリスンとか。そう。へぇ、うん。だからこの方法もあれで有名だよ。お花をこうやって渡しながら。うん、そうなんですね、うんうん。この本だけでしか知らなかったから。うん、そうです。そういうことがまあ、撮ってたと。うん、でまあ、実際に、まあ、今はもうそのある程度この方法が結構分かっちゃっているんで、まあ、ある程度まあ初めの方はもう服装とかをもう集めないといけないから変えようとして、で服装とかもまあ普通の格好にして、でまあハレークリスチャン教会の人だとバレないようにして、まあ、花とか渡してたんですけど、そっちのが受け取らないでしょ。受け取らないですか。そっちのが多分だって何のあれだか分かんないじゃん。そうですね。逆にそういう格好をしてくれると、ああなんかの宗教なんだなみたいな感じで、うん、もらえるじゃん。うん、そうか。ここは見せ方、プレゼンだよね、いわゆる。ああ。うん、かえってスーツ着てる方が怪しいっていうので、うん。そういうのがあるかもしれない。そうか。うん、でまあ実際に今はまあこの本が出されたのが何年だったかな。まあ2007年に出されている本なんで、実際今わからないんですけど、まあ彼らは結局この方法じゃ通じなくなったんで、でまあ規模もまあ 30% ぐらいに縮小してしまっていて、でまあ今は現在はもうその新しい東欧のマーケットに移っていて、でこういうことに耐性のない人たちに同じことをやっているということをまあ書いてありましたね、この本には。はい。でまあ実際まあ今回の場合はまあクリスチャン教会はまあ実際にこの方法ではうまくいかなかったんですけど、まあこれまでの研究によると、郵便の調査用紙、まあアンケート用紙ですよね、にお金ですね、お金をつけたら、同じ額のお金を送ってきた後に渡すよりも2倍返答率があったらしいんですよ。要はこうやってアンケート用紙に返ってアンケート用紙を渡したらこれがプレゼントされますよではなくて、アンケート用紙自体にもうクーポン券もペタってつけちゃって、でそれでアンケート用紙に相手に送った方のがアンケートの回収率が高いというわけです。同じ、ある研究だと保険についての調査用紙ですね、5ドルの小切手を同封したんですよ。でそれを返送後に、50ドルを支払う時といった時よりも2倍の効果がありました、それに対して。要はまあ初めに与えるっていうことがどれだけ大事かってことですよね。その後にもらうよりも初めに与えておくと、相手がやっぱり与えられたら返さなきゃという感覚になって、でそれでまあ返す必要が出てくるというわけです。でまあこの話、まあ実際に与えられたら返さなきゃというのはまあ結構広い意味でありまして、でまあこれちょっとこの本を前にちょっと読もうと思っていますが、47ページですね。に、ちょっとまあ、面白い話があるんで、政治の世界における偏方性のルールというので、まあちょっと面白い話があるんで、今からちょっと読んでいこうと思います。政治の上の方のレベルにおいては、選出された役員や議員たちはすぐ慣れ合い政治を始めます。恩恵を施したり、受けたりで、政治の場を全くもって奇妙な形で慣れ合う人々が集うところにしてしまうのです。私たちが選んだ議員の一人が、特定の法案や立法措置に意外な賛成票を投じたとしても、それが法案を支持するスポンサーへの恩返しだと考えれば納得できないこともありません。政治アナリストはリンドン・ジョンソンが大統領になって間もない頃から自分の法案をどんどん国会通してしまうことに驚きました。そうした法案に強力に反対すると思われた国会議員までもが賛成票を投じていたのです。政治学者が詳細に検討を加えたところ、その理由はジョンソンの政治的手腕というよりも、彼が長年にわたって上院や下院で力を持っていた時期に他の立法議員たちに与えていた恩恵が積もり積もっていたからだということが分かりました。大統領になった時、彼は以前に施しておいた恩恵の見返りを監修することによって滅ぶべき数の
法律を短期間に制定することができたというわけです。面白いことに、ジミー・カーターの初期の政治において両院に多数の民主党議員がいながら自分の法案を国会で通過させるのが難しかったこともこれと同じ理屈で説明できます。カーターは国会の体制の外から大統領としてやってきた人物でした。そしてワシントンの他の外の人間だからそこには借りがある人が一人もいないと言って選挙運動を展開していたのです。皮肉たことに就任後法律制定に関して直面した多くの混乱はそこでは誰もカーターに借りがなかったという事実に起因するのかもしれませんと。同じようなことがワシントンのアウトサイダーであったビル・クリントンの第一次政権の記録についても言えるでしょうということです。はい、うん、いや特にコメントはないですタイムライン上はないです。はい、はいはい、どうぞ。まだ30分あるよ、30分。ちょっと分かりづらいですね。一回ちょっとここでクリーンしますか。はい。はい。じゃあ、とりあえず、ですね、30分間、変王制について、皆さんに分かってもらえたと思います。まあ、じゃあ、この変王制の今、稲垣くんが説明してもらったことを踏まえて、今からいろいろとですね、まあ、ちょっとこう、ディスカッションしていこうかなと思いますけど、これってやっぱりこう、商売においては、ね、今結構タイムラインのも出てるその試供品、もらってしまったら噛まなきゃいけねえんじゃねえかだとか、うん、そういったことが結構、まあ、日頃の、ね、日常の中、まあ、さっき僕だったら歴史が好きな、ね、鎌倉幕府、鎌倉殿と、ね、御家人の関係のご恩と奉公だとか、まあ、あと、まあ、はっきり言ってあの日本残酷物語の象徴ですよね、ご恩と奉公はね、うん、そういった面でやっぱりこう中川さんもね初めの頃配ってたじゃん、はい、あ配ってた、試供品かなんかを、はい、あれは実際どういう、あのね、はっきり言って、うん、試供品を配ったから、それでお客さんになるなんて、そんな甘いもんじゃないと思うよ。まず第一に。なんつーの、結局、もらって当然っていう、例えばティッシュペーパーをよく駅で配ってるよね。うんうん、はい、駅とかいろんなとこで。あれをもらって、じゃあ、その、なんか、せっかくもらったんで行かなきゃとか、思ったことある？いや、ないです。結局ね、もう、慣れてる部分もあるんですよ。うん、慣れちゃうと、結局、もらって当然のような部分もあると思うのね。うん。だから、そう単純なものではないと思う。で、もっと言うと、この、何でした、偏方性？はい。僕なんかは、その偏方性というよりも、もう、与えて与えて与えて、とにかく与えて、でたまに帰ってくるのでちょうどいいかなという考えを持つんですね。この、本の偏方性っていうのは、与えたらすぐに帰ってくる発想ですよね。そうですね。僕ね、この発想はね、多分、本当の意味では、商売には結びつかんと思うんですけどね。中川さん、今日、声に深みがあるんですよ。いや、そうなんですよ。まあね、うん。風邪ひいたんでね、中川さんちょっと体調悪いんで、はい、まあ今日は控えめな感じで、はいはい、まあ確かにこの、営業力の向き、まあ僕は一番最初からまあ思ってたのは、まあ僕も多分中川さんも今言われたことがあるんですけど、うん、結局はもうギブアンドテイクでは世の中やっていけないんですよ、もうその時代は終わっちゃった、はい、むしろギブギブ、うん、もうこっちからも与えて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 、むしろ見返りなんか気にしない、帰ってきたら、ああ、びっくりぐらいの感覚でやっていくのが、まあ、今の多分流れだと思うし、はい、うん、で、やっぱりその、今、いいとこまで稲垣君、行ったんだよね、話の流れがね。でも結局、この本の話の中で終わっちゃってるんだよね、うん。僕が聞きたいのは、稲垣君が噛み砕いた話が聞きたい。僕が噛み砕いた話ですか。うん、で、僕なんか思ったのは、やっぱりこの本は、机上の空論だと思う。特に日本人には合ってないと思うのね。その合わないところ、どこが、稲垣君がこれ読んでて面白いと思ったわけじゃん、うん。そのどこが面白いと思ったのかっていうところは今まだ全然話されてない。そうか。変容性については多分みんな分かった。ああ、そういうことあるよねって分かった。さあそっからよ。ああ、じゃあ今から自分の書簡を入れてけってことですか。そう、昨日そうだった、先週そうだったよね。あなたの書簡はっていうところで。かなり突っ込まれて、じゃあ、まあ今30分は黙って聞いてましたんで、はい、書簡を頑張ります。はい。じゃあまあ今さっきの政治の話なんですけど、その最近その民主党のそうですね、なんか公務員の削減とかありましたよね。うんうん、公務員の新規採用を削減するって話が、うん、
でなんか僕が思ったのは、政治とかでもその偏方性のルールは働くかなと思っていて、うん、でまあ民主党のその最大の支持基盤であるまあ日本労働組合のまあその規模なんですけれど、まあその2位がまあ自治労なんですよね。まあ実際その自治労、まあそれまあ公務員なんですけれど、まあこれってその公務員のそのやってる人たちを切るっていうのはある意味彼らはその民主党の人たちに対して票を上げたわけじゃないですか。与えたっていうか、うん、うん、それってなかなかあの切れないですよね。なんか悪いかなって思って。だからそれであの実労にまだ入っていない若い人たちの方を切ったのかなって、まあ、僕は考えたわけです、うんうんうん、そんなこと考えてみなかった俺そんなのまあ別にはっきりで、そうなんだみたいなニュースでそれぐらいしか思ってなかった、うん、そうか。いやまあ僕はそうだってぶっちゃけ男子俺公務員じゃねえし、うん、関係ねえもん。そうか、うん、逆に言ったら客観的に思うのはその、うん、給料多くもらってる人はそれは減らさないまずいでしょ。だって公務員は俺ら税金なんだから、うん、そうか、うん、それでの無駄は何とかせねえか、はい、一番いかんのは憲法上で税金納税が国民の義務になってることがもうおかしいんだけどね、義務とされちゃってるから、うん、俺らは払うよね、取られるよね、うん、うん、でも使う方は本来義務じゃないんだよ。でもさも使う方も義務みたいな感じで今の公務員がやられちゃってるんで、うん、ここに問題が生じてくるわけよ。なるほど、うん、だから一番いいのはやっぱ公務員も成果主義にすりゃいいんだよ。成果主義、うん、俺ら確定申告やるやん、はいはいはい、ね、税金のあれで、うん、それと同じように今年はこういったことを提案して、はい、これだけ国会で僕の意見が承認されて、うん、これだけ実際に何月何日から施行されました、僕はこの委員会に入ってました、名簿も添付しますって形で出して、それに伴って第三あの人で確定する審議委員会みたいなのが審議して、 あなたの年収これだけです、ご苦労様でした、でもうあなたはもうこれだけしかないし、あのこのままだと来年の選挙に出てもちょっと危ないですよみたいな感じで、あ戦力外通告あなたはちょっともう議席としては議席をこう与えられませんみたいな感じで、活動費はもうなしですみたいな、あ、うん、現実今、まあ、日本も世界もそうだけど、結局自分に見返りが来てなんぼっていうところで動いてるもんで、結局今の、補助金とか何にしても結局、うん、くれたもんで票をやるっていう、なんか、もう、そういう話がもうできてる状態。あ、そういう話は全く本当はないと思うんだけど、そういうのに動いとるもんで。まあ、そうですよね。実際なんか、確か橋本徹知事、なんか市長がなんか言ってたのは、なんかこういう、そういう支持母体がある人は、やっぱりどうしてもその支持母体を切ることができないって言ってた。前テレビで。だからこういう改革を行う人間っていうのはやっぱりそういう支持母体から出てくる人だとできないだろうっていうと。でもうまくいってる時は問題ねえんじゃねえのかなと思うんだけど、だって昔なんかさ田中角栄さんの方だけどさ、うん、要は地元に貢献をするわけじゃん、それから票を集めるわけ、うん、でもそれって本来の選挙の当たり前の姿じゃない、自分たちに有利になる人を選びたいんだから、で選んでやって、たまたま何かの拍子にそれがうまくいかなくなったんだよ、うん、日本経済がどうかじゃなくてね、うん、そうなった時にそれが悪いことだみたいな風潮がメインになってきちゃってやるけど、じゃあそれが悪いことだとするならば何で選ぶって話になったわけというと、何だから何を基準に政治家を選ぶけん。だってそれまでの基準は自分たちに利益があるのが基準じゃん、高速道路を引いてくれ、はいはいはい、ね、大きい商業施設を建ててくれ、うん、でそんな通りになってきてた人たちがいるわけよ、はいはいはい、実力のある政治家たちはね、うんうん、でも今は政治家自体が弱くなったかなんか知らないけども、そうじゃなくなっちゃったやん、こっちは票を上げたのに何の見返りもこうへん、うん、これじゃ今度じゃあそれはそのうちそれがやれ献金は賄賂だみたいなもんだとか悲劇とかなんかいろんなあれが出てきてあかんことになってきた、ね、はい、じゃあ何を基準に政治家を選ぶの、お、自分たちに利益がない人間選んで、でやるときに向こうから選ぶとはだってそんな関係ないじゃないですかって言われちゃったら終わりじゃん、うんうんうん、地元から選ぶ意味ねえじゃん、確かに、だったら大統領総みたいに280人の名簿を一件一件に配って、この中からあなたが気に入った人を丸つけてくださいって投票でいいじゃ ん、うん、首長一人選ぶんじゃなくて国会議員も全員国民一人一人が決めちゃいいや、280人分でもそれはやれないよね、現実問題、国税調査をもう一回やるようなもんだもんね、コストもかかるよね、うん、うん、じゃあどうなるかっていうと、果たしてダメになったから悪いんじゃなくて、ダメになったんだったら代案を出すとか対策を練らにはいかんと俺は思うじゃんね。わあ、なるほど、うん、うん、で結局それができないから悪くなって言われてるところばかりを集中攻撃するんだよね、
あーなるほど。でもいつまでたってもダイアンは出てこないからずーっとそのまんまや、まあ、批判や抽象だけで終わってて、うん、どうすべきかが出てないと、うんうんうん、ああそうね、金丸さんのリニアモーターカーこの話も結構有名ですね、うんうん、金丸さんのリニアモーターカーって僕ちょっと分かんないんですけど、うん、そうそうそう、何のことですか、うん、要は今建設するかもよっていう リニアモーターカー路線が今、はいはい、山梨県通って長野県通って、まあ、山を通るルート。山ルートでね。うん、で、これは、まあ、山梨県の地盤の、まあ、金丸もなくなったんですか？なくなったでも、金丸さんの影響だよね。完全に。リニアを山梨に持ってこれたのは。へぇー。金丸さんってじゃあ、国会議員？は？はい。まあ、はい、大きくくくれば国会議員です。はい、すみません、なんか、どっかの企業かなと思ったんですよ。だから一番思うのは、例えば今の若い人で政治の話をこうする子いるじゃん、はい、で政治の話を一番思うのは、政治家の仕事が分かってるかってこと。政治家の仕事、政治家の仕事、ね、官僚の仕事分かってる。政治家と官僚は仕事が全然違うんでね、中村さん、はい、突然振りますけど、はいはい、政治家と官僚、だから政治家と官僚ってのは役割が違うし、だから切っても切れないんだよ。片っぽで両方の仕事は実はできないんで、政治家と官僚っていうのは人間壊れちゃうから、そんなことやったら、うん、政治家は法律を作ることが仕事ですか。うん、うんうん、官僚は、じゃあ官僚はだとした、官僚はじゃあ法律を守ることが仕事ですか。はい、長田正解をどうぞいや普通にやっぱり運営するのはやっぱ官僚がやるんだったのね。で運営させるための夢をやっぱり描くのは政治家の仕事だろうね。うん、ビジョンを描く、ビジョンってやつ、ビジョンは基本的には政治家が描かすしかしょうがないじゃんね、うんうん、例えば田中角栄とかなんかは、まあ、原子力とかなんかをやっぱり日本がダメだっ て, あ, ありがとうございますやっぱり日本がね、やっぱ原子力に行くしかないっていう風になった時に、やっぱり原子力をどんどん押してってね、うんうん、それがまあ今こんな状態になっちゃうとやっぱり正しいのか強引だったんじゃないのかとかあるかもしれんけど、それを描いたのはやっぱり政治家だよね。だから、うん、だがしかしだよね。でもこのあの原子力がなければ、うん、ほんの数年前までの繁栄があったのかっていうところじゃんね、うん、まあ、電力ないとできない、昭和末期までの繁栄があったのかってところなんだよ。でそれを良しとするんだったら何があかんかったのかっていうと、それ以降の問題じゃないのかっていう。それ以降、うん、要は原発を導入したまではよかったね、それで発展したのはよかった、はいはいはい、要はその維持管理の問題になってくるよね、うん、うん、そこにあぐらかいちゃってたんじゃないのっていう、うん、あなるほど、作ったら作ったでいいけれど、それをどうやっていくかが分かってなかった、そこの部分でより先のことを考えてなかったみたいな、うん、まあ、ただ昨日も話をみんなでしてたけども、ただ今回の震災のことをばっかりあんまりフューチャーするのどうかなと思うんだよね。というと、だって明らかに想定外のことじゃん、うん、で想定外のことも想定しなきゃいけないって世の中の人は言うけども、想定できないから想定外であって、むしろ今求められてるのは復興の遅さのが問題じゃんね。起きてしまったことでいつまでたってもなんでもっと防波堤を高くしてなかったらいけなかったのかとか、タービン室をここに置かなかった、高台に置かなかったのかって、そんなことで議論してる暇はないんだわ。なら次作るものからそうすりゃいいだけの話やん、うん、じゃあ次作る準備を始めていけばいいわけよ、うん、なのに結局どっかでゴタ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 までとって復興がちっとも進んできゃん、瓦礫がいつまでたっても片付けやへん、うん、うん、そっちのも俺は大きな問題だと思うじゃんね。だってもう想定外じゃないじゃん、9メートル、まあまあ、マグニチュード9の地震って想定内になったわけよ。もうだって出たんですよね、出たからね、はい、うん、あと次からそれを踏まえて作っていけばいいのに、まだそのとこの誰が責任が誰にあるのかをまだ追求している段階でもあるとこもあるわけじゃん。確かになんか東電の社長とか江田さんが出てましたよね、うんうん、あれもう終わってからやればいい話ですよね、うんうん、本来だったら、うん、なんであの瓦礫とかは進まないんですかね、うん、行ってみりゃいいや、行ってみりゃいい、行って見てみりゃいいや、あ、うん、そうですね、まああんまり頼っちゃいけないですね人を、うん、うん、そう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 、うん、まあもちろん、うん、
で、変応性の話なんですけど。すごいですね。どっからこうなったみたいな。で、変応性なんですけども。はいはいはい。だから、もともと日本人にはある感覚だと思う。うん。でも、まあ、あると思います、うん。まあ、義理と人情とかね、はいはい、うん、義理返しとか。うん、まあ、バレンタインなんとか日本だもんね。よくある日本だったら年賀状。あ、そう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 。年賀状なんてね、なんでこいつに送ってんのかなとか思う、うん、思う時あるやん、うん、自分で。まあまあまあ。でもなんかさ、この変応性で考えちゃうとさ、なんか、なんだろうな、そんなゲスなものじゃない、ね、なんか片付けてほしくないみたいな感情がわかん？例えば年賀状とかさ。まあそうですね、うん、なんか実際ちょっとやってても、これ結構損得重視してんじゃないかっていうような。いや、基本的にそうだよね、うん。利害関係で成り立っちゃってるからね。うん、その利害関係っていうのが、なんか俺の中でも時代遅れな感じがして並んだけどね。時代遅れ、うん、あくまでも結果論で利害関係が出るのはいいことだよ、うんうん、でも結果その初めの段階が利害関係をこう含めてっていうのが、うん、変応性を使って女性を誘いましょう。いやー最近いやー最近の女性はこれコストかかるからね。最近賢くなっちゃったもんね。そう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 、怖い怖い。どのぐらいの金額出せば変応性、あ、今アルバイト始めてるもん。あ、そっか。バイト代つぎ込めいいだろ。月10万ぐらいぶち込んで。どうどうバイトが10万ですか。あ、でもなんでバイトするんだっけ、うん、なんか目的がある。いや、まあ、海外旅行しようと考えてた。え、どこに行こうと思ったっけ。インドだったっけ。インドで。まあ、ハレークリシュナ兄弟もそれ募金してくれやんね。そんなために花子、花子お土産持ってきてドライフラワーしてさ、こうやって。そんなハレークリシュナ教会のためにやってないですよ、うん、もらったら返さなきゃっていう感情はあるんですけど、そこに金銭が絡むと厄介なことに、うん、まあ確かにね。でもなんかこの窓際くんの場合はただ単に横着なんじゃねえのって言われるのがあるけど、そこまで気にすることも、うん、だって年賀状なんかそうだよね。そうですね、うん、あれは果たして利害関係で返してるのかっていうところや。あ、そうですね、うん、あれは素直に受け取って、あ、会社、あ、元気か、もちろん俺が書かなきゃみたいな感覚になるわけじゃん。うん、でもまあ、別の話ですけど、うん、なんか僕あの通販やってるじゃないですか。ああ、で通販で、うん、最後にこれ無料で、それプレゼントって言い方するじゃないですか。ああ、あれってある意味ですけど、例えば1万円のもので無料でついてくるんだったら、うん、セットって同じようなもんじゃないですか、無料だったら。その値段で同じっていうんですかね。うん。うん。だけど、まあ、お得感はある感じ、うん、そこでまあ差し上げますプレゼントっていうのは、うん、まあ、これの偏方性狙った話なのかなっていう。うんうん。遠方性っていうか、俺は日本の通販に関しては完全に日本人のこう心理をついてきてる遠方だなと思うんだけどね、あれは思いっきり、うん、日本人の女性には真心で迫るのですって。真心がね、女性によって違うもんね。私はこうシャネルが真心ですって人もおるかもしれんもんね。金額で出ちゃうからね。真心の値段がプライスレスじゃないもんね。女の人はあれ、真心の値段はね、具体的な金額の場合があるからね。具体的な金額。そうだよ、これでこれ買ってって話になる。難しいね。難しいよ、うん。女性は困ってそうなことを見つけようって。自分は困ってる原因になったかもしれない。そうそうそう。やばいみたいな。だって女性が困ってそうなこと見つけるの難しいよね。デリカシーがないと思われる場合もあるしね。うん。なんか女性は褒めた方がいいよ。褒めるですか。褒める褒める褒める。あ、今日髪型なんか感じがわんって。おお。うん。髪型変わったねって言っちゃうからよ。なんで別に変わってないけど何かって言われてアウトだから、うん、なんか感じが違うよね。で、え、そう、でもいつもと一緒だって言ったら、あ、そうか、俺の気のせいか、ごめんごめん、いや、ちょっと今日感じ変わるの、でもそれ悪くないと思うよってフォローができる。曖昧な表現をしとけばね。うん。でも髪の毛か、髪型変えたなんて言っちゃうと、曖昧な表現で今度ごまかせないじゃん。変えてないって言われたらアウトだもんね。うん。そうか。あと何を返されても、褒めて返す。褒めて返す。あれ、なんか髪型雰囲気違うって、ああ、ただ今日寝、頭ボサやってない、寝起きだもんね、ボサボサのだけだよって言うと、いや、結構そういうのもあれだよね、こうナチュラルでいい感じだよって、いや、これからそれ引いてほしいなーみたいな、こういうこと言うと、多分一日ね、その人は機嫌がいい。バイトなんかやってるのは特にそうだよ。夕方とか入って、おはようございますって入った時に、女の子のもしスタッフがいるんだったら、一言声かけてると、もうその日はね、なんか一生懸命で、ああ、いいよ、私やるからって、全部ね、こう変わってくれて。そういうことあるんですね。うん、そういうの全然やったことないから。だから変そのやってた本は別にね。そうそうそう。うん、実際フレーバーコーヒー来ればわかるけど、物がすごいあるやんね。うん。見返りもなし。うん。だけど影響力の武器って言うけどさ、こんな
厚みはいらないよ。さあ、その僕に言われても。いらねえよ、うん。僕に言われても困りますよ。だってここはもうオーラってルビオフリアいいだけだもん。多分今の業界でこうやってね、岩波新社の中でね、オーラの武器、オーラの武器とかなんかだよね。うん。まあまあまあ、ありそうですよね。確かにこれのなんか新書本で。影響力ってもうその人のオーラじゃん。俺は肩書きとか何かもオーラに入ると思うんだよ、結局。でも、最終的にはもう、この今のご時世はもうそういうのもなんだろう、だんだんそがれてきてるというか、うん、あんま通用しなくなってるから、もうその人の持ってるオーラだよね。オーラ。うん。それが読み取れるか読み取れないか。うん。読み取れんかったらもうそこでチャンスを失うかもしれんし、読み取れることによってチャンスを得るかもしれないし。なるほど。うん。むしろ逆に人に何かやってほしいどうこうっていうふうな考えを持ってるんだったら、そうしてもらえるような、そうさせるようなっていう考え方がまず間違ってるんだよ。そうさせるようなっていう支配的な考えで持っていくと、オーラは絶対に出ない。してもらうっていうのは、そう、オーラはしてもらうっていうぐらいの、もらってありがたいなぐらい、いつも感謝だから。オーラが出したかったらもうありがとうって言ってりゃいいんだよ。ありがとうです。ありがとう。何かやれてもありがとうございます。あ、すみません、ありがとうございます。その方のがオーラが自然に出てくる。あ、そうすると、稲垣くんのためにやってやろうかな、みたいな。あ、うん、あ、じゃあ、松本さん、ありがとうございます。うん、そうそうそう、そういうこと。あとこっちも気持ちよくなるじゃん。いやいや、そんなことねえよ。気にすんねん。いや、続けない。コーヒーないな。待ってるよ、みたいな。な、乾いてるだろって言ってこうなるかもしれんじゃん。おうおうおう、これってあります？ん？実りあったことを話してほしいな。おお、これ読んで、なんか実りあったことあったかな。紙すごい、今までのこう時間を全て否定する人もね。これでか、うん、これでなんかあったから、あ、逆に、あ、でも、あ、でもこの本を紹介したっていうのはあった、ありましたけど、うん、先週うまくいって味を占めたみたいな感じ。ああ、そうそう、味を占めて、うん、でも結局女の子は連れてこれなかったみたいな。そうですね、何の影響力もなかったってことですよね、この。オーラ頼みだと結局のところ素材の吉原氏で大半のことが明けて、それが魅力じゃないの、それがオーラのいいところ、結局理屈じゃなくなってくるんで、うん、うん、それが大事じゃーん。何に対して言ったの？じゃあオーラの話。オーラ、ああ、うん、だからなんだかんだ言ってのび太がジャイアンに従ってしまうのは、スネオ、特にスネオだよね。スネオがジャイアンに従ってしまうのはジャイアンのオーラに負けてるからだよ。あ、でもなぜいじめられてるのび太とかスネオは、ね、テレビの連載の中ではジャイアンにいじめられる、ね、で、嫌だ、ジャイアンはいじめっ子。でも長編アニメになるとジャイアンが頼られるね、頼れる、うん、なんでかってあれがジャイアンのオーラなんだよ。あ、実はジャイアンはいじめっ子ではないんだって。あれは強力なリーダーなんだ。だからジャイアニズムっていうことが勉強されてるよね。あ、ジャイアンを元にしたリーダー論っていうのがあるように。なるほど、うん、そうか。北斗の拳で言えばラオウのオーラだよね、うん、ケンシロウが主人公だけども、ラオウに魅力を感じればラオウが明らかにオーラを持ってるからであって、リーダーシップとしてのね、うん、徳川家康が人気がないのはそのオーラが目立たないんだよね、うん、織田信長のが分かりやすいんだよね、オーラがね、大変やってること分かりやすいし、うん、確かにそれは言うね、うん、でも結果論で言ったら、現実的な結果論で言ったら、成功を収めた徳川家康が一番の成功者じゃんね。信長は途中で挫折してるんだ。まあそうですよね、だって自分の部下を侮辱してやられちゃうんですもんね。うんうん、そうそう、結局はね、うん、まあ、本人は侮辱した意思は絶対にないけどね、うんうん、むしろあれにめげてしまった明智光秀がどうよって感じなんだけど、うん、うん、光秀は光秀の言い分があるからね、それは別だけど。で、秀吉に関しては結局信長がから聞いてたことを実現してただけやん。まあまあまあ、信長のやりたかったことを自分がやってただけだもん。ね、ただ彼の失敗はそれ以上のプランがないんだって。あ、それ やりきったらもうない。要は秀吉は自分が認められるの天下人になるというプランに関してはいつも自分で考えてたと思う、うん、うん、だからすごい魅力があるんだよ。ところが、じゃあ自分が天下を取った場合のプランはどうするかっていうと、自分が一番信頼してた織田信長がやりたかったことをやればうまくいくと信じてるわけ。だからそれをやるわけよ。ところが、その肝心の信長は全部話す前に死んでるわけ。だから、秀吉としてはどっかで自分のオリジナルを入れていかないかんわけよ。
なるほど。でオリジナルを入れていくけど信長ほどカリスマ性があるわけでもない、うん、で残念ながら自分も実はそこまで本当に器があるかどうか結果論としてはわからないんで、幹部下を入れるわけよ、三成とか何かの。でたまたまその部下が平和だから官僚的になってくるよね、うん、でやってた中に結局そこで内輪もめが始まっちゃって、で家康はそれを見ててまずいだろうっていうので、で家康の有利なところは秀吉は信長の近くにおったわけよ、経験されてて家臣だから、でも実は家康のは信長に近いわけよ。あ、そうなんですか。なぜかというと対等だから、はい、同盟国だから、同盟を結んでるから、かけらいではないわけよ家康は。だから対等の話ができて、信長から意見を、対等のことを言われるわけよ。で意見を求められるわけではないわけよ、信長の今日したいってことを散々聞かされるわけ。その中で家康は、ああこそれはいいな、あそれはもうちょっとこうした方がいいなって考えれるわけよ。なるほど、うん、でも秀吉は逆らえない部分もあるし、あ、うん、だから家康は最終的に全部自分で吟味して、いいものは取り入れて、うん、あかんものはやめてでやってたから。なるほど、まあ、家康はじゃあ信長の意見を聞いたから、てかそれを参考に勉強にするわけじゃん。でまあ信長のよりも上下関係がきちんとできたが、秀吉はできなかうまくできなかった。逆にだって会社の社長の言うことに逆らえないでしょ。まあそうですね、うんうん、まあ社長と社員が対等じゃないじゃん、いつまで言ったって、うんうん、でただ最悪の負い目は後継者になるときに、うん、信長の後を継ぐという形で後継者になっちゃったもんだから自由にできないの一生。ああ秀吉はつまり信長のプランに乗ったままじゃないですか。そう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 、家康はそうじゃない、同盟国の上にあくまでも独立して天下を取ってってるから、上がってってるから関係ないじゃん、途中でそのプラン捨てたって。まあだって同じ立場の人ですもんね。そうそうそう、うん、やれないと思ったから捨てましたっていいじゃん。だけど秀吉がそれやっちゃったら、あれお前あの信長の後継者じゃないのっていう話になるわけよ。まあそうですね、信長の後継者って名前を借りたから天下を取れたわけですもんね。そう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 、その後継者の名を外しちゃうと、うん、秀吉の晩年は結構あのうまくいってないところがすごい出てきてるもんで、なんかジェームズ・モンドさんが知らぬ間にすごいこと書いてますね、ここのリスネーに説明したことで、ま、事態で満足してないという僕ですか。ええー、そうでしょうね、はてなじゃないです、確信ですね。みんな見てる人はちょっと思っちゃう、うん、そうですね、まあ流暢に喋っとったね。今日はダメですね、うん、反省しないと。いやでも今日はダメですねって言ったら、せっかく今まで1時間聞いてくれた人がかわいそうじゃん。そうでダメなのかよみたいな、うん、どうする1時間返せって言ったら、そうそうそう1時間返せって言ったらどうする、返さんと高いよ。そうですね、まあここはちょっとこう、あの面白い話で言ってビシッと言ってこう締めてもらいましょうかね。面白い話、うん、うん、じゃちょっと考えていいですか。考えていいわ。だから結局、はい、女の子呼んでこれなかったんでしょ。はい、うん、どうすんのこれ、落とし前はどうつけるの。さあどうする、この次の展開を考えないとね。落とし前ですか、うん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 、じゃあこれ継続してチャレンジっていうのはどうですか。いや継続してチャレンジだといつ連れてくるか分かんへん、来年。お来年か。それはきついな俺らがな、だって俺は一切年取っちゃうもん。そうですね、うん、じゃあ 何があるだろう、落とし前ですよね。どういう風に自分の中で、だから結局この影響力の武器をこう披露したよね、はい、こういう本がありますよみたいな感じで、はいはいはい、ここから君自身どうするの、どうするというと、これを例えばそれこそジェームズ・ボンドが言ってるリスナーの人たちに進めてるのか、進めたいのか、自分がこれを使ってどうこうしたいのか、それでも読んでこういうことがありましたと知ったのか、うん、そうですね、まあこういうことが、だって結構さ稲井君ってさ、このこれも帯に書いてある、なぜ人は動かされるのかっていう、で愛読書はカーネギーの人を動かすだったっけ、まあまあそうでしたね、人を動かすことが好きだよね。そうなんですかね、なんか読んでた読んでただけなんですけどね今日別に、うん、ってことはこれも読んでただけ、まあ読んでたっていうか、まあそうですね、プロパガンダで調べたらこれが出てきただけですね、うん、うん、でプロパガンダに興味を持ったわけでね、調べたということ、まあまあ、うん、プロパガンダのどういうところに興味を持った、プロパガンダのどういうところに、うん、いやなんかそのなんか勝手になんか動いてるっていうか、勝手に動くっていうか無意識に影響されるってところですかね。何が何に何が何に、いや例えばなんかヒトラーの演説とかですよね。でヒトラーの演説を見た、あ見たことはあります一回、どっちの演説、どの演説を見た、
どの演説？いやなんか、どの演説かわかんないですけど、ただ演壇立ってやってる演説で。あの、ナチスの党大会は見たことある？いや、見たことある。あの、サーチライトがこう、電空にドカーンと出る。で、ゲッペルスの、あの、恐ろしい演出のやつ。で、松明の更新とか。そうそうそう。すごい有名な。うん、有名なナチス党大会の、まあ、映像があるけど、俺は子供の時何度も見たけどね、テレビで何度もやってたから、あれ。当時あの水曜スペシャルとか木曜スペシャルでやってたよね、そういうのね。ムッソリーニとか誰の権力独裁者のやつとかで、プロパガンダのやつでヒトラーがね、アドルフ・ヒトラーのやつが有名だから、ナチスのあれでバーンと出てきて、子供心にかっこいいなと思って、ナチスの勇気とか、なんか何言ってるかわかんないんですけど聞いちゃいますよね。なんか YouTube 見ててなんとなく見てたらずっと見てた記憶があったんで、何かわからないんですけど、あれなんでだと、盾を国民は別なんですよ。あれそれも一緒だよね。盾を国民。そう、あれ下敷きにしとる、あれ、ね。諸君らに愛されたガズマラミが死んだ。なぜだ。そうですね。なんで見るんだろう。いや、なんか話し方の間の取り方ですか。身振り手振りもあるでしょ。大丈夫。身振り手振りを入れて話してみ。身振り手振り。今。こうですか。こうやって話して。これで見ないよ。もう一回でいいです。なこれじゃ見ないですよね。例えばこう、なんだろう、ここです、ポイントのところはここがポイントですってやったりとか、そうなんですよとかって、まあ、手打つところマイクに反応しちゃうんで手打ちはできないんで、そうって挨拶とか、あーってやったりとか、ちょっと大げさぐらいなって、あの映像的にはハマる時があるから、まあ、今日もいい感じで話をしてた部分もあったけどね。本当ですか。本当ですかって何か言われると、なんか本当ですかって言われて、おそうだよって言って、なんかまた図に乗りそうだもんって言いたくないよね。やっぱ。いや、そうですね。だから女の子を呼んでくる、まあ、呼んでくるなら呼んでくるで、本当に呼んできてほしい。本当に。うん、真面目に。で、正直俺が思ったのは、やっぱり女の子にユーストリームの話をするのは難しいんだよ。全く知らない人もいるし、けどもね、やっぱりのは現物を見せることが一番確実じゃんね。この映像を見せるってことですか。だ、どうやった、ほや、誰ちゃんを見せるのが一番確実よ。こういうことやってんだよって言って、別に AV 撮って、変な、いや、いかがましいものを撮ってるわけじゃないよってことを見せないよ。まあ、そうですね、まあ、なんか僕もなんかツイッターに書いたら、確かあの犯罪者、なんか犯罪に誘うみたいって言われました、ね、すいません、ごめん、どうやって書いたわけ。分かんないですけど、なんか確か、DM が来たんですよ。DM が来て、で、それで、あの、アドバイスもらったというじゃないですか。で、それで、あの、なんか、妹さんに見せたらしいんですよ。そしたら、なんか、犯罪の匂いがするって言われたらしくて、僕のツイートは。はぁ、あ。マジかって、自分ですごいショック受けたんですけどね。犯罪の、どんなツイート、どんなあれ書いたの、どんなあれ。うん。ちょっと待ってください。ちょっと、じゃあ、今からちょっと探します。すぐ探せると思うんで。どんなツイート書いたかな。まあ、でもイナイフのツイートって基本的にあるよね、上からだよね。あ、そうなんですか。いや、スーパー上からって評判だよ。あ、気をつけます。うん。どうやって書いたらいいんだろう。で、そのイナイフ その気をつけますっていうことが上かららしいんだわ、みんなの話では。あそうね、自作のテレビ番組、まあそうね、インテリのニコニコ動画みたいな。分かりやすく言うとそんな感じ。ほら、自分がこれスモールテーションさっきこっち画面止まってたんでね、全然更新ができてないけど、稲垣君の説明、自分にとって話が難しくない。そうなんですよね。これちょうど10時なんで、あれなんで締めたいと思うんですけど、あのいつまでやっててもキリがないんで、あのちょっと最近ね、話が難しくありません、ね、内容が。そうですね。で、あのまあね、あの我々の良きこう仲間でもある、東屋さんがね、この先週100、勝者行ってね。で、こう、昨日も大盛況のうちに、こうガツガツ行ってる中でですね。で、やっぱり、ああなってもやっぱりこう、うちもね、ジェームズ・ボンドさんが九州から見ていただいたりとか、スモールデイさん宮城から見てもらったりとかで、こう、なんだろう、地元のものではなくなってきてるんだよね。やってるのは西尾市なんだけども、出してるところはやっぱり全世界なんで、確かに。そうなった時に、まあ、一番最初に稲垣君が言った、西尾の良さを広めていきたいっていうのはもちろんいい趣旨なんだけども、はい、残念ながらそれではあまりにも稲垣君が準備不足なので、わかる？言っとる意味が。君があまりにも準備不足なので、
はい、なのでもうでしかもそうではなくてもしこうテーマを変えた時にまあ俺もはっきり言ってここに3週間イナクに引っ張られてた部分もあってまああかんかったんだけどもテーマがね重い暗いそうですか小難しい盛り上がらん要は何かというと見てくれてる人が入ってくる隙間がないわけよ聞き入っちゃってくれるのはありがたいんだけども聞き入ったあげく何をやったかがわからん放送で終わっちゃ意味がないじゃんねそうですねまあ意味がないですね、うん、意味がないむしろ内容がないんだけど何かしらの盛り上がってくれてあ来週もまた見ようかなの方のが嬉しいわけまあそっちの方がいいわけですねうんうん、うん、だからちょっとね方向性をね変えたいっていうと前確か言ってましたファッションとかをやるいやで俺は自分で一人でやってる時に、はいはいはい、結構まあくだらないネタの方もいろいろもう切羽詰まってやったこともあったけど知恵の輪とかね、うん、まあありましたね、うん、くだらんとつんとんやったけどまあそんなことはまあやらないけどもやっぱりこうせっかくなんでその見てる区域とか地域に影響あまりされないことで、うん、今実際僕らが思ってることを普通にライブというのを活かしてね、はいはいうん、繰り広げていけたらなっていうのを、まあ、先週放送が終わってから、まあ、ずっと考えている中で、うん、で、まあ、今回まあ、僕の中で思ったのがやっぱり服、はい、ファッションっていうのが結構まあ普遍的にあれなのかなと思って、まあ、俺が一番話せるのはね、はいはい、で結構その盛り上がるつかみのある話題だって俺が話せるって言ったらまあその話かあと歴史のなんか小話かぐらいになってくるんで、うん、まああんまり一気にやってもしょうがないんで、おいおいと、それをこう、やっていけばいいと思うんだけども、俺はもう来週、まあ僕が担当という形で、うん、まあファッションなり何なり変わるか分からんけども、とりあえずまあそのことでやっていこうかなと思って、ほら、東屋さん別格とか書いてあるし。うん。別格。うん。うん、そうそう、自分の言葉でね。かわいそうはどっちですね。誰ちゃん、中川さんのことなのか。誰ちゃんかわいそう。はいはいああ、スモールデーさん、稲垣くん、他の方が担当されている誰ちゃんの映像って見てるのかな他の方の映像参考までによく見てみたら。見とる毎週見てないですけど、YouTube に上がったバラちゃんですかとかは、ちょっとは。図らずも、毎週の移り変わりを感じられる放送なので、やはり連動性は必要ですね、確かに。うん、うん、うん。どういうことですか連動性こっち結構あれだ溜まるなツイートまあそういうことなんでとりあえずともうちょっとこう軽めな方向にそうですねいつも俺誰ちゃんのオープニング見ててさ適当なトークってやるじゃん、うん、これ適当なのがやれないんだよね適当なトークがめちゃめちゃ難しいもんで、うん、うん、真剣なトークになっちゃうから、確かに適当にこうね、まあダメ元でええわみたいなことを、だから高田純次さんすごいなと思うんだけどね。うわまあ、まあ中身ないですよね、うん。うん、でも中身のないのをやれって言われたらやれないんだよ。うん、できない、うん。できないんだよ。うん、うん。だからやっぱりなんだろう、無意識のうちに責任を感じちゃってるんだよね。うん、その無意識のうちに感じてる責任を意図的に放棄させる方向に持っていけたら。一本それはやっぱ芸だよね。そうですね。そこが難しいですね。これが難しい。絵本とかにしてやるやつ、ね。グリとグラみたいな。うん、グリとグラを紹介する。いやでも絵本とか絵とかあった方がいい。ああなるほどね。ジェームズ・ボンドさんは先週放送と、今週放送につながりが全くなかったら面白みが半減するんですよと。要は稲垣くんの成長が見たいと。じゃあ今日は連れてこないといけなかったと。中身がないという中身があるんで、そうそう、中身がないという中身をわざわざ作るんだよね。うん。難しいんだけどね、うん。なぜテーマが難しい方に難しく言ってるの？これはあれだよね、人間の中で難しい方に行った方が簡単だと思い錯覚するんだよね。確かにそうですね。難しいと何か何ですかね。なんか掘れるっていうか、もっと磨けるんじゃねえかと思って。うん、そうそう、もっと出てくんじゃねえかと思ってね、掘ってちゃうんだよね。うん。ところがドツボにはまって、自分でも分からなくなっちゃうんだよね。分かってないんだよね。まあ今日はすごい、それがありましたね。うん、なんか分かってる気になってましたね。いかんかったなと思います、うん。難しいね。難しいものってもうすでにもう方程式とか工程がもう、突き詰められてるもんで、うんうんうん。だから難しくなってんだよね。もうすでに。うん。うん
簡単なものですよね。でも簡単なもので結構ハマる場合もあるけどね。実は難しかったみたいな感じでね、やべえみたいな。あれ思ってるよりもみたいなやつね。ああそうか、あやっぱりその稲垣君の成長が見たいことなんで。書いてあります？いやいやその通りって書いてある。多分そのことじゃない？ああそっちですか。うんうん、ああ顔見知りの人と食べるのとカメラの前で話すのとでは言語体系が違うように思います。うん、なんかこの窓際君のこのコメントは前回出てもらっていずれ前に出てもらった時の反省を踏まえてのコメントですかね。大学大学生のおなんかいきなりみんないっぱい入ってきたね。勉強したことの処方を教えたらどうだろう。うん、処方っていうと経済とかですか。経済でも難しいな。試してみて失敗談を今後どう生かすか。だから今回があれで女の子の影響力の武器では女の子は誘ってきませんでしたっていう。もしくは誘えるように変音性で何かやってみるとか。そうですね、うん、ああなるほど、どうやってやるかってことですよね。うん、だから簡単な話だよね。母さん、ギャラ出していいだけだよね。にゃあきくんが、あそうだよね。うん、それでシンプルだよ。だからさ、もうそうギャラ出していいだけのこと、簡単。僕のバイトはこのユーストリームのバイト料を払うみたいな感じになるんですかね。いやその捉え方は間違ってる。ユーストリームに出すために出てもらうんだから、うん、お礼はしなきゃね。まあ、まあ、分かるこの考え方、うん、出てもらうんだよ。ああそういうことですか。出ていただけるんだから、うん、出すんだよお礼を。これはお礼もなしにはやってくれんでしょう。そうですね、うん、うん、そうですね、うん、確かにお礼なしじゃやってくれない、ね、うん、だから今度お礼ありで、うん、うん、うん、どうしました。もうシンプルなギャラの話ね。親方だよ、うん、だったらお礼を用意して郵送に出てもらうのが一番いいよ。じゃあバイト頑張りますか。うん、いやバイトは頑張らなくていい。だってバイトのお金からに当てろとは言ってないもん。お礼をすればギャラをギャランティーを払えばいいだけなので、金じゃなくてもいいよね。何でもいいんだ。相手が喜ぶものなら、欲しいものなら。何があるんだろう。いや、それは相手によって、それは相手も決まんねえのに、それは特定できんでしょ。特定しないんだったら、親金でしょ。うん、まあ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 、うん、一番欲しがるものですよね、誰もが。うん。うん、ほら、経済学ってどの辺が難しいんでしょうかねってコメント来ちゃってるよ。稲垣君が経済学こうやっててこうだから。ああ、うん。1時間滞りなく話すことができたら、時給を与える。すげえ。そうそう、自分の番組を盛り上げるために投資する。その通り。ああそういう、あそっか、それも投資の一つってことですよね。うん、ああですね。うん、そうか。うん、でも例えばこの本が立ち読みして面白くて、うん、みんなに紹介したかったらこの本を買ってきましたって、それ自分の番組企画に対する投資だよね。うん、同じことやん。ダフガーさんだってコーヒーのフレー、週刊フレーだってコーヒーやるといわゆるコーヒー豆消費していくわけじゃん。はい、やっぱ投資だよね。はい、その分は本当は売れるものを、お金になるものをわざわざ自分のあれに使ってるんだから。うん、そうですね。うん、そうか。じゃあその女の子は何言ってた。わざわざ時間を切り裂いてきてくれるんだよ。まあ時間が一番あれですもんね。うん、だったら人件費になるから、ね、じゃあそれはどうするって、こちらで持ちます、代償しますよっていう。そうか。うーん、まあねー、どうですかね。ギャラ出したらどうかになるんですかね。はい、ギャラ出すとしたら労働基準法最低最低賃金クリアしないとまずい。最低賃金クリアしないとまずい。じゃあ500円以上はないとダメですね。うん、いや問題はやる気になるかどうかじゃないですか。うん、でも話したい人はいっぱいいると思う。うん、だそこなんだよ、話したい人はいっぱいいるはずなんだよ。うん、うんうん、確かにそうですよね。なんか自分が話したことに反応返ってくるってそうそうないですもんね。うん、これによって見ず知らずの人が、うん、そう面白いですよねこれ。だから結局なんていうと、自分で人に、例えば俺なんか昨日見せたわけじゃん、うん、女見ず知らずの初対面の女の子ではっきり言うけど、うん、突然ここにいたら店頭から店先から中川さんに松本くんいるって呼ばれて、行ったらこの子たちユーストリームにどうかなって言われて、説明してくださいって言われてユーストリームの俺説明をしたんだよ。あそうなんですか。うん、で見せて、で中川は名前すら知らないんだよその子たちの。はい、うん、俺は自分から名前を聞いたもん。名前なんていうのみたいな。すげえ怪しいよね。初めドン引きしてたもの。うん。そこから、そこから奥に入れて座ってもらって、で、こういうのやってんだって映像見せて。うん、じゃあ、なぜ見せれたって話を。なぜ見せれた？うん。俺自信があるもん。おー。自分が頑張って一生懸命やってるって自信があるもん。うん。
こういうこと俺やってんだよ。で、これに協力してほしいんだよ。その気ない？その気起きてこない？っていうのを一生懸命俺アプローチしてたわけ。なるほど。うん。で、稲垣くんはその辺がどうなのかなって。そうですね。子供たちに適当に、あの子供たちは人権法でまずいっす。この時間やばいんで。そう、その辺がどうかよ。自分の知り合いがユーストリームやってるんでそれに出てくれないかなーっていう気持ちでやってんのか、自分が一生懸命一生懸命こうやって頑張っていってるユーストリームにぜひ協力してほしいから出てくれないかなっていうアプローチなのか、どっち？あ、うん、確かにその辺の意識、うんうん、確かに今回なんか自分でやろうというよりもなんというかなんとなくやらんといけないなっていう意識しかない。安村さんなんかもうすごいじゃんね。え、うん、頑張ってるよ。すごいよね。うん。うん、今日の締め何？今日の締めどうしましょう。うん、今日も途中からこれまずいなって見た方向性が変わりましたもんね。うん、え、自分でまずいなと思ったの途中から？なんとか思いました。うん、そこでやめちゃえばよかったの。やめちゃう。うん、それ面白いな。うん。あ、もうダメ、限界そうそう、限界ってバーンってしゃぶってひっくり返しちゃうの、もうできないって言って、そうっていうかこれ今思うとこれこれダメだよねみたいな感じで全否定に入るね今度全否定に入る、説教放送ダメだよねこれねみたいな、これあかんわ、うん、みたいな、うん、いやそののがオチが効いて面白いよ。あ、なるほど、初め真面目やっといてでもなんかもうダメだよみたいな、じゃあその中で稲垣君の成長リアルタイムで俺見れるわけじゃん。はあ、ちょっと俺の中ではよーやっと気がついたかと思う人もいるかもしれないし、そんな、なんでそうなったみたいにこう前のめりになってくるかもしれないし、うん、そうか、うん、窓際君の企画全否定されてるけどあ、これって窓際さんに対して言ってるんですか俺らにかもしれないけどねいや、とにかく1時間喋るのは大変なので、うん、ネタを続けて、そうですね、うん、それとあとはまあ見てる人に、まあ、楽しんでもらうのを1時間続けるってのだって俺前回あの暗黒あ黒歴史の時に俺言ったやんはい、うん、そうそう、これこれこれ、客観的に一人でほとんど大学生君が用意した説明をペラペラ喋ってた感じの放送なんですよね。そうそうそうですね、うん、そうですね、で俺言ったやん、うん、あの黒歴史の時に、うん、あの自分の反省でね、青森君とらさ反省、俺が悪かったと、でその反省っていうのはその外からインプットした情報ではつまらんと、はい、自分の中から発信していることをやることによってこの誰ちゃんでやってる意義があるわけであって、はい、外から来たその場で新聞を朗読するよう な、あの番組ではつまらんと言ってん、いましたね、うん、言いました、だから自分の心の中にあるものを自分の口で吐き出して、結果それが適当トークであろうがね、結果それがうだうだになろうが、それは面白いと思うんだよ。何らかの評価が得ると思うんだよ。はあ。うん。そうですね。ただいかにも番組体な体制を作ってっていうのも、技術がありゃいいけどね。実力がありゃいいけどね。そうでないんだったら、俺は、自分にとっては俺はそれは、ああ、俺はやるべきではねえなと思ったもんね。そうですね。うん、女性に出てもらって何をするのかを先に決めないとね。そうですね。あ、来ましたね、女性が。あ、女性が来ましたね。おー。女性が来ましたね。締めますかね。はい。どうぞ。あ、今日の締めですか。はい。いや、まあ、今日はちょっと自分としても反省する回だったと思います。だから自分一人で喋っているだけじゃダメなんだなと、改めて思いました。そうですね、うん、だどうしたらいいかを考えてきて、どうしたらいいか、どうしたらいいか、どうしたら面白くなるか、はい、うん、どうしたらいいんだろう、そうですね、うん、はい、フォローが入ってるフォローが入ってるよ、よく頑張ったって言って、うん、いやもう本当申し訳ないですね、本当、うん、ただ稲垣君の悪い癖、その申し訳ないですねが明日だと忘れてるからな、あのツイートを見てるとその部分があるのでそうか、忘れちゃうんですね、うん、
まあ、とりあえず、来週は、僕の方が、仕切って、まあ、ツイートで結構、皆さんには予告してるので、ちょっとね、ファッションについて、ちょっと、いろいろと、うだうだ話したいなと思って、ちょっとまあ、明るい雰囲気にできるだけ、くだらない話で盛り上がれるようなですね、時間帯を一度再びですね、こう、今流行りのリボーンじゃないですけど、再生してみたいなというふうに思いますので、はい。はい。そんな感じです。はい。